チャオあっちゃんです、今日、9月5日イオンモールの橿原に新しくできたお店で、ジャックインザドーナツジャックインザドーナツっていうところでドーナツを何個か買ってきました。で、今晩ご飯食べた後のデザートにドーナツはちょっとどうかな思いかなと思いながらも食べたいと思います。何種類か買ってきてんけど、またね明日食べようかなと思うんやけど、今日とりあえずね3個で、どんぐらいだかな、ちょっと待ってね、ジャッキンドーナツは、これじゃない、これじゃない、これじゃない、これ、あれ、あれ、これじゃなかったかな、こっちだったかな。あったあった、もちもちきなこ108円、3個で108円でした。ちっちゃいよこんなの、はい、3個入ってるから子供ちゃんにもあげます。はい、寮にもあげて、こんなやつです。はい、でこれ食べたいと思います。今日はね、ステーキとパンで食べたからこれは入ります。大丈夫です。はい、口がきなこまみれになる。おいしい、もちもちや。りょう、もちもちドーナツやん。きなこがすごい落ちる。ひっかけよ。おいしい。なんかね、ポンデリングみたいな感じ、もちもちな感じで、きな粉がね、揚げパンぐらいついてんのよ。すごいもちもち、これ美味しい。今度また買いに行こう。イオンモール3階のなんかフードコートみたいな、新しくできたフードコートの端っこにドーナツ屋さんがあるんだよ。ちょっとね、ミスドより高いの。普通のだからドーナツが140円とか150円ぐらいだけど、美味しいです。はい、あと何種類か買ってやるんだけど、また今日はもうお腹いっぱいから明日のお昼でも食べたいと思います。ではまたね、バイバイ。